おはようございます。釣り子 TV です。これ新しいね、ライン、フロロカーボンラインなんですけども、これがね、釣り具屋さんに売っていたので、でね、これね、ちょっと一回使ってみたいなと思っていたラインなので、早速ね、一巻買ってきてみました。その名もですね、オルトロス FC っていうことで、まあ大好きな16ポンドのね、ライン買ってきてみたんですけども、4号だよっていうことが書いてあるのと、まあ裏にはね、こういろいろ説明書きが書いてあるわけなんですけど、株式会社 YGK っていうことで、メイドインジャパンって書いてありますね。これどんな感じのラインかね、早速見ていきたいと思うんですけども、オルトロス、あの木村健太さんね、デプスの最強のあのデカバスハンターの木村健太さんが雑誌で紹介していた、そろそろ出るよなんていうね感じで書いてあったラインで、でもうね、ジグストの釣りとかをはじめすごいね、あの動画とかで見て、ああやったらデカバス釣れるのか、釣れるのかもなんて思ってね、結構ね釣りのスタイルなんかも大好きで、見ているプロの方なんですけども、そんな方がテストにテストを繰り返して、俺の釣りのスタイルだったらこういうラインっていうことでね出ているんじゃないかなと思ってね、ちょっと気になってね、でサイズ展開もなかなかついね、太いね、番手からね、まあ比較的繊細な番手まで数多くラインナップされていて、で、まあちょっと太いね、糸も気になったんですけども、16ポンドってね、一番使うね、太さの糸買ってきてまして、まずね、パッケージはこんな感じ。ね。で、2000円プラス税って書いてありますけどね、フロロカーボンラインなんてそれぐらい。ただね、店頭だとね、結構ね、1500円前後ぐらいでね買えちゃうのかな。 100m 巻きでね、価格も結構ね買いやすいなぁなんて思ってですね、1400円ぐらいだったかな、結構ね買いやすい価格帯だったんですよ。じゃあ早速開けていきたいと思います。こんなちゃんとしたハードケースに入っていて、あーなんかスプールかっこいいですね。なんか黒と赤でね、白でシンプルに文字が書いてあって、まあパッケージがどうってあれはないんですけども、こう分かりやすく16ポンドって書いてあって、普段ね使いだと、そうですね、クレハのシガーフロロマイスターとかね、あれいっぱいね巻いてあって、巻き替えもいっぱいできるんで使ってるんですけども、あーこういうね、こんな感じのね平行巻きみたいなね感じで品質バッチリみたいに見えますけども、これでもってまあ実際投げてみないと分かんないんですが、結構ね張りのある感じですね。ピンピンにどうだろう、結構まあどうでしょうか、張りのある感じに感じますね。やっぱフロロカーボンラインっていう感じのね、どんな糸についてのこだわりはみたいなね雑誌の記事で読んで、まあ巻いたらね結構巻きっぱなしなことが多いよ、ここぞっていう時は巻き替えるけども、まああんまり気にせずね、あの糸が減るまで使い切っちゃうみたいな風に書いてあって、自分もねそんな感じの糸の使い方なんですよね。巻いたら気になる、まあ、傷とかはねどんどんカットしていって、でもね、1回の調光ごとに巻き替えるっていうことはなくて、まあ、しばらく使ってフルキャストした時に、下巻きというかねスプールが見えてくるぐらいまで減ったら巻き替えるかな、そんぐらいの頻度なんで、ちょうどその巻き替えの頻度が似たような方がこんな感じって作ってる糸は一ついいんじゃないかなと思ってね。で、突発的なラインブレイクへの耐候性能ということで、とどまることを許されないオルトロス、感性はここから研ぎ澄まされるとかね、渾身のフルキャストが可能、ね、でキムケンさんが作っているっていうことは渾身のフルフッキングも可能っていうことですよね多分ね。あのすごいですもんね、動画とかで見るとね、あそこまであの太い針をかけるときはもう竿をガイーンって曲げてね、あのフッキング
キング、キムケンさんの腹筋グっていうのはすげえなと思って、いつもねあれが見たくてね動画見ちゃうっていうのはありますけども、だから渾身のフルキャスト可能、なおかつ渾身のフル腹筋グももちろん可能っていうことなんでしょうね。硬質であるが柔らかいっていうあとポイントが書いてありますね。で、その日本のね釣り用品工業会の、糸の径に極めて準じたマテリアル質量を持つっていうことで、最高レベルのフロロカーボン原子ですっていうことに書いてありますね。糸の径の誤差がほとんどなく最高の強度が安定し、でナノスクラッチなどが入りにくい先端強度をもたらし、突発的な外因性ダメージによる突然のラインブレイクへの対抗性を保持し、パワーゲームを制します。さらに遠心倍率と曲げ弾性率を見直し、新開発テクノロジーを駆使し最高総合到達点を意図的に設定することが可能となり、フィールドから得られた膨大な情報と YGK ビッグデータをもとにトライ&エラーを敢行し、カバーやストラクチャーに対するラインの巻き付きなどを高次元で回避する直線性、張りを持たせながらリールスプール上でごわつかず躊躇なく渾身のクルキャストを決めれます。硬質であるが柔らかい、この相反する性能を見事に突き抜けたのがオルトロス FC であると。これねすっごい説明書きね、これね難しい字がいっぱいあってね、わかりやすく言うとこれまあ使いやすい糸だよということで、でポイントとしてはこうカバーとかの枝のとこに入れた時に、なんだろう、ラインがグリーンとか、まあ P ラインとかってすごい絡んじゃいますよね。そういうんではなくて、この独特の張りを持たせることによってそのカバー越しとかのゲームでも不意に変な枝にくにゃくにゃって絡みつくことがなくね。でさらにでもリールのスプールに入れた時はそんなにごわつかない独特な柔らかさね。フロロカーボンラインっていうのは硬い糸ではあると思うので、なんだけどもそのフロロカーボンの特性を生かしながら極限まで絶妙に柔らかく調合したよっていう意図みたいですね。だからパワーゲーム、カバー打ちのゲームとかでね、ぜひ使ってみたいなと思って一巻買ってみたんで、で16本の選んでみましたが、でまあフルキャストが決めやすいっていうことで、琵琶湖なんかのねこういう強い、まあ、ゴワゴワなフロロカーボンラインでもふわーっとね遠くに飛ばして広範囲に探る、そんな時もやりやすいけども、っていうことなんでしょうね。で、まあ、このねとにかく裏の説明がね難しい字がいっぱい並んでいてね、まとめて言うとなんか良さそうな糸だとねで値段的にもね買いやすかったので、これで一巻買ってみてね非常に使いやすかったら、今後使っていこうかなってね。まあ基本はボビン巻きのシリーズですね、サンラインとかあとはクレハとかね、ボビン巻きのものが安くて買いやすいのでそういうのを買っちゃいがちなんですけども、今回ねせっかく 100m 巻きのねこういったちゃんとしたスプールの糸買ってみたのでね試してみて、でなんかねあそういうことかみたいなところが分かったらぜひまた動画でもお伝えしていけたらななんていうふうに思うんですけども、何にしてもねスーパーフッキングのキムケンさんがね竿とかもかなりこだわってね作られていて、そのでも糸がね一番重要なところではありますけどね、まあその後のフックも重要ですし、まあ、リールも重要だし、まあ、竿も重要だし、でも何にしてもねこの糸ね一つ変えるだけでいろいろ釣りの使い心地って変わってきますからね、せっかく買ってみたのでオルトロスねどんな感じかいろいろ使ってみたいと思います。というわけで本日の釣り講 TV は YGK から新しく出てきたねフロロカーボンラインオルトロス、これをね買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。